はい、こんにちは。10月、マンスリーということで、一応毎月、YouTube の方配信させていただいておりますが、10月、まあもうだいぶ中頃になってきたんですけども、だいぶ日差しが強くて、10月とは思えないぐらい、一応長袖は着てますけど、本当は暑いです。なんかあれだね、サムライジャパンプロジェクトみたいな感じじゃない。まあいいんですよ。で、まあ今月はですね、10月8日に、まあめでたく39歳になりまして、今年はサンキューを伝えられるようなそんな、1年にしていきたいなと思っております。まあそんな感じで今月はありがとうをテーマに、歌を歌ってみたいと思います。ちなみに場所はですね、日本海側、ちょうど鶴岡と酒田のあたり、真ん中ぐらいの位置かな。日本海側です。でももろ山の中にいる山形県でございます。はい、それではちょっと前振りが長くなりましたが、そうね、いろいろ、そう台風19号ね、いろいろ大変な方も多かったと思いますが、そんな中ですが歌ってみたいと思います。ありがとうを伝えたいなんて愛だと思う It's my life。 なぜ生まれたかなんてわからないけど、きっと明日は晴れるや。暗い道でも振り返れば、そうさ君は一人じゃない。どん底な毎日でも信じていれば、幸せは必ず訪れる。楽に行こうぜ、重く考えてないかい。そうさ人生適当、 It's my life。自販機もコンビニもありませんでした。 It's my life。 風車の前で歌っているけれど、周りは田んぼだらけ。 It's my life。 さっき歌って見たら、トラックの通り道で怒られた。一発撮りしてるけど、実は毎回編集だったり大変でちょっと困ってる。 It's my life。 なぜこんなになったかわからないけど、いつの間にか39。サンキューを伝えに日本中、いろんな人に会いに悪いねのボタンを押すくらいなら全然見なくていいです。僕はただ歌っていたいだけ。音楽は最高、人生最高、そうさ人生適当。いつ
ろしく It's my life Happy life Happy life 今月は長いな。